国際司法裁判所の裁判官が切る報復。本項目では国際司法裁判所の裁判官について述べる。国際司法裁判所は15名の裁判官によって構成される。ICJ 規定第2条では裁判官に任命される人物は特防が高く自国で最高の司法官に任命される資格を有しているか、または国際法の分野で 名のある法律家でなければならないとされている。裁判官は、自国政府の指示を受けることや、政治的な職務や行政上の職務、その他専門的な業務につくことを禁じられ、外交特権と同様の特権が認められる。裁判官は、個人の資格によって選出され、同じ国籍の者が2名以上常設の裁判官となることはできない。ICJ 規定第9条によれば、 世界の主要な文明形態と主要法系統が代表されるように選出されるべきとされ、実際には政治的、地理的観点から裁判官の国籍が割り当てられる。この国籍の割り当てに関しては、慣例的に西欧保革名東欧2名、中南米2名、アジア3名、アフリカ3名の割合で選出されている。ただし、 2018年の選挙で英国出身の判事の公認にレバノン出身の判事が選挙されたため西を他4名、アジア4名となっている。常設仲裁裁判所の裁判官として任命された同一国籍の者4名以下からなる各国の集団を国別裁判官団と呼び、まずこの国別裁判官団が国際司法裁判所裁判官の候補者指名を行い、 候補者となるには最低でも1カ国以上の国別裁判官団から指名されなければならない。国別裁判官団は自国籍の候補者2名までを含む合計4名までを候補者として指名をすることができる。こうして指名された候補者の中から国連総会と国連安保理で選挙を行い、いずれの選挙においても絶対多数を得た候補者が、 国際司法裁判所の裁判官に選任される。ICJ 規定第10条第2項により、アンポリの選挙において常任理事国による拒否権行使は認められていないが、これまで選挙では全ての常任理事国の国籍を有する裁判官候補者が当選していた。しかし、この官公は2018年の選挙で英国出身の判事の公認に、 レバノン出身の判事が選挙されたため消滅した。裁判官の任期は9年で3年ごとに5名が改選され再任されることもできる。ただし、任期がまだ終了しない裁判官の公認者として選挙された場合の任期は前任者の残余期間となる。裁判長と副裁判長は任期3年で裁判官らの選挙によって選出される。裁判官は 利害関係を持つ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して寄避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ 規定第17条。 第2項は裁判官の結核自由について定めるが、これまでに国際司法裁判所は理由を示すこともなく、弁論手続きも経ずに、こうした紛争当事国の起避申し立てを否決している。裁判の紛争当事国の国籍を有する裁判官がいない場合には、その国はその裁判にだけ出席する裁判官を指名することができる。これをアドホック裁判官、または 臨時裁判官などという、この制度は、裁判官は、自国政府の立場を代弁するものとする、誤った考え方が前提とされているといった批判や、裁判官の守秘義務や独立性を害するという批判も、あるが、一方でこの制度がなければ、当事国の国籍を有する、裁判官に対する安易な危機につながるだとか、歴史的に、国際仲裁裁判では、 自国籍の裁判が選任されるのが一般的であったなどの理由でこの制度を支持する見解も多い。ありがとうございます。